どうも、福山光平です。今回はですね、お相手の方2段の方ということで非常に気合が入りました。で、戦型はお互い角代わりの腰掛け銀になりまして、ちょっとね、見てほしいなーという展開になったので、最後まで楽しんでもらえれば嬉しいです。コメントでね、アドバイスお待ちしてます。特に今回は終盤、アドバイスお待ちしております。ということで、対局行ってみましょう。おう！お前が先手だ！さあ、こちらが先手ということで、相手の方2段の方ですね。よろしくお願いします。さあ、ここは勝ちたいぞ。2段の方ですね、相手の方。角交換か。角交換っぽいぞ。なんとなく。さあ、金上がって。行ってみますかね、角交換。さあ、やっていきましょう。角代わり。よろしくお願いします。さあ、相手の方、2段の方ですね。さあ、次どう行くかですけど。ああ、右玉っぽいなー、またなー、これ。どうでしょうかね。違った。右玉じゃなかった。恥は受けますと。俺桂馬取られるの嫌だから追得か金上がるか。金上がりますかね。で飛車引いて、飛車引くかここの歩を突くか。まあ飛車引くか銀出るか。飛車引いとくか。恥は受けて、おお、金が上がってきた。腰掛け銀。さあ、相手の方は金をね、6、3の地点に上がってきましたね。これ相手の方、得意戦法、角刈り腰掛け銀だった気がするんだよな。さあ、これはまあ、同歩と取ると、同歩と取ると、同歩同桂6四銀でまあ下に歩を打たれるとかそういう展開ですよね。これこっちが反撃するには何があるんだろうか。4五歩取られる、取る、まあ取るか、取ってみよう。これ取るようだとあっち十分なんでしたっけ。まあ歩打たれて、これ取るようだとダメだったのかな、どうだったっけな。まあこっちも歩をついて、桂馬跳ねて、下から歩で支えるという展開ですかね、これは。玉銀引く、まあそうか、そうだよな。さあ、これでどうなってるか。まあ、2筋来て、押さえて、これ飛車が横に行くとね、桂馬跳ねて確かそう、捕まるはずだから。さあ、どこから攻めていくか、ぱっと見は、まあ、一回こっちも2筋交換するか、3五歩と行くか。3五歩同銀歩打つ、避けられる。3五歩同銀歩を打つ、避けられる。3五歩同銀3三歩かわされて、3五歩同銀3三歩かわされて、5五銀。まあ桂馬取る手とかはないのかな。桂馬取る、桂馬取る同歩、歩叩く同金。桂馬取る同銀、同銀、桂馬取る同歩、歩叩く。一回ここ行ってみて、次桂馬を取ってみようかなと。ああ、まあ同銀できますよね。これ桂馬を取ってみて、無理かな。で、次、ここに。同銀と取って、
取られて、まあ一瞬駒損なんだけど、5五角。さあ、これでどうですかね。銀捨てて同金に7七とかもあったのかな。まあ角合わせられて、これを角取るか、角取るか、角取って、同金に7一角と打って、さあ、5三の地点にね、桂馬が効いてますからね。さあ、これでどうだ。そうですね、受けてきましたが、何か追撃はないのか、ここに。うわー、何か追撃がないのか、ここに。そこまで考えてなかった。いい手っぽいなと思って指しましたけど。そうですね。まあ、5三桂成、同飛車、同玉、5三桂成、同飛車、同角成、同玉、5三飛車打ち。ただこれ相手も持ち駒が豊富になってきてるので、ここで決めないとちょっとまずそうなので、一旦考えます。1分考える。4分半ぐらいまでに考えられれば、まだ時間的にも余裕がある。ぱっと見、よ、6二銀で張り付いて、ぱっと見6二銀で張り付いて、6二銀で張り付いて、金寄ってきて、なんかないかな。ぱっと見4二、6二銀で張り付くけど金寄られて、銀なり同金、桂なり同飛車、同角と全部ばらして寄せていくか。自信ないな、でもそれだとな。なんかないかな。桂打つ、桂打つ、桂打つ。五五桂。五五桂、銀を打たれる。全ばらしすると、持ち駒は、銀。全ばらしするか落ち着いて攻めるかだけど、これほっとくともう角が取られそうなので、打ちます、ここに。ちょっとね、時間もないし。まあ、金寄ってきて。ここで桂打つと、銀抜かれて飛車取る。桂打つ同金だったら5三が入る。桂打つ、桂打つ、取られる、取る、取る。まあもうしょうがないか、こうなったら行くしかないですね。時間がない。全バラし。藤森さんが言うね、全バラの全ちゃんって俺すごい好きですけどね、あれ。さあ、全バラの全ちゃん。飛車を横から打つか、下から打つか、上から打つか。そんな映画がありましたね、打ち上げ花火をね。どこから見るか。飛車横から打つか、横から打つか、こっちから打つか、こっちから打つか。ただ相手もね、桂、銀、銀、銀、角、角と思ってるのでね、こうなってくるとちょっと、やばいか。いや、横から打つべきだったか、これ下がられて、金打って上がられて、金打って上がられて、横から打つべきだったかな、飛車は。上からじゃなかったかな？さてさてさて。さてさてさて。これまあ玉逃げる一手ですよね。どっちに逃げてくるか。上か左か。上か。これはでも金引く？桂打つ？桂打って縛る。玉上がる。かまあ、ここかな？これ？さあ、寄せたい終盤力。福山の終盤力が問われます。桂打つ。上がる。福山の終盤力。
福山の終盤力が問われております。現在ね。さあ、これ寄せきれないと負けちゃいそうな気がしますね。相手持ち駒豊富。福山の終盤力やいかに、ここまでね、2段の片相手に僕は前線できてると自分では思ってます。形勢も悪くないと思う。ただ時間がない。3分対7分半ですからね。銀引かれたら金取る？いや、それじゃ寄らない。桂馬取る。さあ、どう寄せるか。どう寄せるかとかいうか、寄るのか。3分。角で守ってきた。はいはいはい。このね、金がどけばね、竜が働いてきそうなんですけどね。あとこの角もやだな。まあ同角桂と取って、同玉かな、同金。ここで何かいい手がないのか、いい手がないのか。次まあ3三金といきたい、3三桂成といきたいですね。この角の利きさえ逸れてくれれば、4二竜と入ってね、こっち寄るんですけど多分ね。さあ金上がってきた。2分30秒。うわー、わからん。とりあえず次2三、3二竜と入ります。3二竜と入るか、歩成り。でもこの瞬間ちょっとね、こっちもなんかなんやかんやでやばそう。2分半しかないし。あとこの5三の地点が角でね、守られてるから。あと、王様上部脱出もありますね、これね。パターンとしては、こっちに、えいってね。さあ、全バラの全ちゃんからの終盤。これね、相手2段の方、これ角代わりで勝ったら気持ちいいですからね。さあ、時間がない。時間切れ負けだけはもうしないぞ、と。こう、前回ね。前回、何局か前の対局で時間切れ負けしましたね、僕ね。それはすごいもったいないし、見ていただいてる方にも申し訳ないので。ああ、なるほど、なるほど。この桂馬の紐を外してきた。桂成り、同角、同金、同玉、角打って。さあ、これはちょっといい形になったっぽい。6人に合駒してきたら、5一竜と寄って、そうですね、これ同銀とは取れない形だから、何かしら5二に合駒をしてくるけど、そこで、一間竜の形になって、6二角成りが入ると。これは寄ったんじゃないか？これ勝ったら気持ちいいぞ、相手2段で。さあ、ちょっと集中して読んでいきたい。よし！よくぞやった。しかし、勝負を。よーっしゃ！まだまだ。これは嬉しい。嬉しいし、そして見てほしい対局になりました。久々に。やったー。はい、最後、ちょっとね、振り返っていきたいと思います。そして、マイページの方も見ていきたいと思います。よし、二段の方に角代わりでね、勝つことができました。これはね、本当に嬉しい。非常に嬉しい勝利となりました。12級に昇級ということでね。さあ、進んでいって、まあもうオーソドックスな展開ですね。ここで角代わりになりまして、お互い端もついて、で、こっちが、4八金2九飛車。相手は、金を6三に上がってくるという形のね、角代わり腰掛け銀の戦いになりまして、まああっちが先に仕掛けてきて、で、こっちも仕掛けた。こことかどうなんですかね？同歩と取んない方が良かったのかな？これもなぁ、その、この間紹介した、あるかな？これだ。この本。
僕もパラパラとしかまだ読んで、全然ちゃんと何回も何回も読めてないんですけど、この本にね、この形出てきてたと思います。そうそう、これ取った方が良かったのかどうなのか、もうすごい難しいですよね、角換わり。さあ、これで同桂と言って、まあ、お互い同じような似たような形になりまして、では2筋歩交換してきて、こっちは3筋を1回突き捨てて、まあ、同銀と来たんですけど、ここでね、銀桂交換を挑みまして、そう、これまあ、同歩と取られてても同じように行って、後で3三に歩を打ったりとか、そういうのを狙ってたので、まあ、相手が2筋交換してる間にこっちは3筋をね、攻めてみようという狙いでした。さあ、そこで、これでね、一瞬銀損なんですけど、まあ、5五角と打って、どうなんですかね、ここでは7一じゃない、6四銀とかぶっ込んでいく手もあったのかな。さすがにそれはちょっとやりすぎなのかもしんないね。どうなんでしょうか。まあでもここで5五と打って、これもどっちだったんですかね。1一角成と行くと、まあ2二銀と打たれて、結局馬捕まっちゃうから。あとはここに銀放り込む手もあったか、同桂、同桂、同金、同角、ないか。ん ?3 三銀、同桂、同桂成、同金、同角、同玉、桂打つ。まあ寄らなそうですね。まあだからここは、同角と言って、そう、ここでもう一回5五角打とうかなと思ったんですけど、7一角見えたので7一角打って、でね、ここ考えましたね。1分ぐらい考えて、ちょっとここはね、手を教えてほしいですね、どうしたらよかったか。ただ次なんやかんやでちょっとね、この角がもう危なそうだったので、金引かれたりとかして、まあもうここは行くしかないなということで、ピタッと張り付いて全バラシして、勝負に行きました。これ飛車どっちから打つのが良かったんですかね。横から打つか下から打つかね。打ち上げ花火の話なんかしたりして。で、まあ金張り付いて。まあでも下から打って良かったのか。ここの5二金がありましたからね。で、まあもしこれで3三とかに逃げられてたらどうだったんだろう。3三に逃げられてたら、桂馬打って、桂馬打って、桂馬打ってこっちに行かれて、まあでもこれでなんかあんまね、相手の方が持ち駒豊富だし、ちょっとこっち寄りそうな気もするんですけどね。相手の方は4三と来たので、一回まあ一間竜入って、桂馬で3三に行くのを縛りつつ、まあ次金引きまでのね、金引きからこう寄せていこうという手を見せて、うん、ここら辺とかちょっとね、難しかったですね。どうしたらよかったのか。まあ、ただ、なんやかんやで3三の地点を攻めまして、金逃がしてきたんですけど、3三に歩を打って、次、まあ、歩成りとかでね、この4二の地点のね、角の利きがすごい嫌だったんですけど、まあ、次、歩成りとかでこう、数を足してってどうかという感じでしたが、桂馬をね、支えてる歩を外されて、さあ、というところで、まあ、ここで、ね、桂馬はもう、次取られちゃうんで、だったらこう、次ね、桂馬取られると、上部脱出の道が見えてくるので、もう先に飛び込んで、同角同金として、角打ってと。これで、ここの場面で投了となったんですけど、これも例えばこっちとか、まあ逃げてても多分捕まるのかな、結局ゆくゆくは。でも相手の方かなり持ち駒豊富だったのでね、最後まで気が抜けない展開となりました。最後は、この形で投了となりましたけど、まあ何か合駒をされても、ここでね、馬が作れて、まあこれは多分寄っただろうという展開ですね。銀打ったりなんやかんやで。ということで、勝ちとなりました。最後ちょっとマイページ行ってみよう。さあ、12球まで来ましたね。通算成績は勝率6割で、今月は 0.249 ということで、もうちょっとで初段相当だよという感じです。さあ、これからもですね、引き続き初段を目指して、そして二段を目指して頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ということで、ここまで見ていただいてありがとうございました。福山浩平でした。